皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。本日は最近話題になっているマジックアニメイトのローカル環境構築に成功しましたので、その方法を解説します。インストールに関しましては基本的に自己責任でお願いします。新しいものなので不具合もあるかもしれません。インストールを試みてエラーでできなかった人も多いと思いますが、最初に紹介されていたインストールのページはおそらく Windows 環境のものではないと思います。 Linux 環境のものかもしれませんね。そこでエラーを吐きまくったので私も挫折しかけたのですが、なんとか Windows でのインストールに成功しましたので方法を共有しますね。注意点としては最低でも 12GB の VRAM が必要だと思いますし、私は 24GB でしか試せていませんので、インストールできても動くかどうかは分かりません。まだ情報が少ないのでぜひやってみて教えてください。それでは早速始めましょう。実は Windows 用のインストールレポジトリが紹介されているので、そちらからインストールしていきましょう。概要欄から Magic Animate for Windows というページに入ってください。条件としては Python と Git が必要ですが、ステーブルディフュージョン Web UI で使っているもので大丈夫でした。今回私は C ドライブに直接リポジトリをクローンしますので、 C ドライブのアドレスバーに CMD と入力してコマンドプロンプトを開きます。 GitHub のページのコードから URL をコピーして、Git クローン半角スペースでコピーした URL を貼り付けてエンター。これでリポジトリがクローンされました。今回は PowerShell でのインストールが推奨されていましたので PowerShell を使っていきますが、使用するために PowerShell の設定を変更します。タスクバーの Windows マークをクリックして出てくる検索窓に Power と入力すると PowerShell が選択できます。パワーシェルのアイコンを右クリックして管理者として実行を選択します。警告が出ますがそのまま進みます。起動したらセットエグゼクションポリシーアンリストリクティッドと入力します。大文字のところはちゃんと大文字で書いてね。そうすると本当に変更して良いかの確認が出ますが、 Y を入力して進んでください。これでこのパワーシェルは閉じます。安全のために使わなくなったらセットエグゼクションポリシーリストリクティッドで元に戻しましょう。準備ができたら先ほどクローンしたフォルダを開いて右クリックするとターミナルで開くの項目があるので選択してください。そうするとパワーシェルが起動します。いつものように仮想環境を作りましょう。 Python-mvenv と入力してエンター。もうすでに行っているのでここでは何も表示されませんが、何らかのコメントが出現してフォルダ内に VMV フォルダができます。少し待ってコマンド入力できるようになったら VMV スクリプツアクティベートと入力して仮想環境を活性化します。カッコ VMV から始まれば OK ですね。次に PyTorch をインストールします。PyTorch 2.1 と CUDA 11.8 の組み合わせで大丈夫でしたので PyTorch のホームページから pip のコマンドをコピーして PowerShell に貼り付けてエンター。編集の関係で新しい PowerShell になっていますが、先ほどからの続きで入力していけばよいです。インストールにしばらくかかります。コマンドを入力できるようになったらドットバックスラッシュインストールドット PS1 と入力すると必要なライブラリーがすべてインストールされます。そしてその後に必要なモデルがダウンロードされます。モデルはかなり重たいのでここのインストールには結構時間がかかりますが、気長に待ちましょう。インストール中にパワーシェルに何も表示されないので心配になりますが大丈夫ですよ。これでインストールは終わりですので起動しましょう。一度パワーシェルを閉じます。同じマジックアニメイト4 Windows フォルダから再びパワーシェルを開きます。右クリックしてターミナルで開くですよ。 VMV スクリプツアクティベートで仮想環境を活性化して
/ran/GUIPS1 を入力すると起動が始まります。初回はこの起動時も少し時間がかかりますね。あとは私はマカフィーのウイルスチェッカーを使っているのですが、リアルタイムスキャンを無効にしなければ起動できませんでした。マカフィーの画面を開いてリアルタイムスキャンを無効にしましょう。またファイアーウォールも一時無効にしていますが、影響は確認していません。設定変更後に再び同じコマンドを入力して起動します。今度はウイルス関係のコメントは出ませんね。起動が成功すればパワーシェルに URL が出現しますので、コントロールを押しながらクリックするとウェブ画面が起動します。 URL をコピーしてウェブサイトのアドレスバーにペーストしてエンターでも大丈夫です。グラディオのウェブ UI が起動しましたね。使い方は至って簡単です。サンプルにあるモーションシークエンスを一つ選びます。画像はレファレンスのものが自動的に選ばれるのですが、レファレンスイメージのところに好きな画像をドラッグ&ドロップすれば使用できます。画像は正方形のものを選んでください。形が違うと引き伸ばされますよ。そしてアニメイトのボタンをクリックするだけです。これで動画の生成が始まったようですね。パワーシェルとタスクマネージャーを表示しておきましょう。調べたところ、この動画は 25fps というかなり細かい動きを持っており、各フレームごとにちゃんと映像も動いていました。動画の生成には多めのビデオメモリーが必要で、RTX4090 でも3分弱の時間がかかります。VRAM の消費は 14GB ぐらいですね。今は画面録画と動画編集ソフトぐらいしか開いていない状態です。コントロールネットを使ってアニメイト GIF でアニメーションを作ったら、もっとかなり長い時間がかかりますよね。VRAM の消費に関しても同じぐらいだと思いますね。動画が生成されました。X でも投稿しましたが、ゆきちゃんブロックが必要な画像になってしまいましたね。もう私を使わないでよ。顔や手の乱れは出ますが、なかなか生成するのが難しいダンスのモーションキャプチャーをワンクリックで精度高く生成できますので、皆様も試してみてください。モーションモジュールを作成するツールが出てくるとさらに面白くなりそうですね。ここから画像をアップスケールしたりしても面白いと思います。今回は取り急ぎインストールの方法のみを紹介しましたので、追加の情報があればまた共有しますね。 X の方でもいろいろと投稿しているのでフォローしてね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。